聖籠町のご案内はジャパンサッカーカレッジの持永さんと向山さんです。こちらは私たちの通うジャパンサッカーカレッジです。日本唯一のサッカー専門学校です。全国から生徒が集まってくるんですよ。ここで未来のサッカー界を支える人材が育っていくんですね。初夏の聖籠町といえばもちろんさくらんぼです。いやもうたわわに実ってますね。綺麗で美味しそうですよね。いや食べてみたい。さくらんぼ狩りも楽しめますよ。あ、そうなんですか。じゃあ私これ取る。じゃあ私これ。あ、いただきます。いただきます。いただきます。うん何個でもいけますね。隊長、はい、さくらんぼはスイーツにしても美味しいんですよ。本当にキラキラしていて宝石みたいですね。聖籠町はフルーツ王国ですから。いやもう参りました。